こんにちは。銀座の新企画、銀座ボーイフレンドおしゃれにします、始まりました。司会の銀座編集部、大平かりんです。パーソナルスタイリストの上村美智子です。この企画は男性ゲストのファッションの悩みや要望に合わせて、パーソナルスタイリストの上村美智子さんがファッションコーディネートします。今回3回目ということなんですけども、はい、前回オキテポルシェさんに出ていただいた回は、はい、もうツイッターとかでもかっこいいと大評判でした。そうですね、かっこよくなっていただきましたね。今回ゲストの方はどういった方ですか？そうですね、これまでにないザ・正統派なゲストです。正統派、はいはい、正統派なゲストの正統派なリクエストにお答えすべく一緒にお買い物に行ってきました。なるほど、じゃあ結構ベタにかっこいい感じが期待できますね。はい、期待していただいて大丈夫だと思います。なるほど、じゃあ早速ですが銀座ボーイフレンド呼び込もうと思います。森岡龍さん、お願いします。正統派代表、森岡龍です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。色即ジェネレーションという映画だったりとか、はい、あと CM で俳優業として活躍している森岡さんなんですけども、今回は映画監督ということで、はい、ちょっと宣伝していいですか？あ、早速、はい、お願いします。ニュータウンの青春という映画を監督しました。まあ、この映画は、僕が通ってた大学の卒業制作として作った映画なんですけど、まあ、内容はこうニュータウン、タイトル通りね、ニュータウンの、青春群像劇で、3人組の男の子が、まあ憧れの女性からとある、ストーカー被害を解決してくれっていう依頼を受けて、まあいろいろあってみたいな映画でございます。じゃあ、はい、エンディングには結構こうもう胸が熱くなるような青春時代の出会いと別れ、あ、はい、いいですね。詰まってます。さよならだけが人生だ、いやマジでっていうキャッチコピーでやらせてもらってます。じゃあこのセリフも、はい、出てきますか、映画の中に？セリフは出てこないんですけ ど、 なるほど、はい、キャッチコピーはこんな感じで、笑いあり涙ありなエンターテインメント作品になっております。初監督ということで、はい、今公開中なんですよね。はい、渋谷ユーロスペースで、連日21時5分からというちょっとまあ遅めなんですけれども、まあ、その後全国順次公開予定ですので。あ、そうなんですね、はい、じゃあ今東京で一番最初に見れるということ で、はい、足を運ぶ、はい、足を運びたいと思います。足を運ぶね、はい、お願いします。はい、はい、まあでも本当ね、友達でもデート映画でも家族でもまあ見れる、楽しめる映画になってます。よろしくお願いします。はい、はい、今回その森岡さんのリクエストを早速紹介しようと思います。はい、こちら、ダン、話題のシティボーイ風森岡龍の監督ファッション。その時のファッションっていうとどういった感じですかね？やっぱり現場になってくるとこう動ける格好だったり、こう汚れてもいい格好っていうか、うん、とにかく機能性をこう重視した格好なんで、なだんだんこうおしゃれじゃなくなって、スケジュールがタイトになっていけばなっていくほどおしゃれにこう気が回らなくなっていく。僕はまあパーカーとかシャツとかデニムとかあんまりこう迷わないように、うん、買い物ももうシンプルなものしか買わないようにしてます。それを今回こうシティボーイ風ということで、はい、ちょっと絵を描いてきたので見せてもいいですか？はい、ぜひぜひお願いします。まあこういう感じなんですよね、理想は。この人はスタイル良すぎるんですけど、はい、まあなんかキャップとかかぶっちゃったり、うんうん、なんかまあなんていうのかな、こうラフな感じなんだけど動きやすくて、でもカチッとしてるようにも見えるっていうか、なんかこう、うまく説明できないですけど、イメージとしてはね、シティボーイ風っていうのかな、こういうの。そうですね、うん、シティボーイ風ですかね、はい、だから多分おしゃれなんだけど、うん、気負ってない感じで、そうそうそう、頑張りすぎてない。あ、それがいいですね。で、動きやすくて、はい、なるほど。でこのシティボーイ風っていうと、なんかこう最近聞き慣れたワードですよね。これですよね、やっぱり。はい、シティボーイ風。私もしか出てる、はい、ポパイという雑誌が大好きです。おお、はい、はい、まさにこういうイメージですか？そうですね、はい、ポパイ風。梅村さん、ポパイ風、はい、どうですか、いかがですか？そうですね、ポパイ風はあの普通にまたこうお似合いになると思うし、あのイメージはとてもしやすかったです。本当ですか？はい、はい、じゃあ今回はちょっとこう全身を変身していただくということで、はい、皆さん気軽に行っていただいてもいいですか？はい、緊張するな。いらっしゃい。
て準備ができたそうなので早速呼んでみようと思います。森岡さんお願いします。これは完全なるシティーボーイ風ですね。シティーボーイです。これちょっとすごくない？すごいです。すごいですよね。もう全然さっきのパーカースタイルと変わって、ね、ちょっと恥ずかしいもんね。着られちゃってるからないですか？大丈夫ですか？いや全然大丈夫です。すごいわ。じゃあちょっとお話を伺ってみたいと思うんですけど、はい、これを預かって、はい、じゃあ私が預かります。すいません。大きいサイズ。英字新聞。英字新聞、はい、今回アイテム選び、まずどこにお買い物に行ったんですか？はい、そうですね、今回はこういうファッションがギュッと詰まって一箇所に集まっている渋谷の公園通りをちょっと登ったあたりを回ったんですけど、なんか森岡さんも普段そこをまあ行かれることが。そうですね、あの辺で買い物すること多いです。今回こういうお店でいろいろお買い物をしてみました。はい、シャツとスニーカーはご本人の私物、さっき履いていたままで、その方が着替えて、自分にいつも着ているものに合わせていくということで、浮いてしまう感じを、決まってる感じをなくすっていうのももちろんあるんですけども、うん、さっきスタッフの方からもありましたが、なんか森岡さんのなんかこうキャラクターというかイメージみたいのをこう保ったまま、こうシティーボーイ風に変身っていうのはかなり新鮮ですね。さすがです。やっぱりこうジャケットの色とかなんですかね。そうですね、この間一番最後まで悩んだんですけど、こういう形っていうのを決まって、アウターはいろいろテーラードのジャケットとかダウンベストとかいろいろ案はあったんですけど、本人がバサッと着てて、さっきもおっしゃったみたいな監督スタイル、楽なっていうかラフな感じで着れるものっていうことで、形はこれに決まったんですけど、もうちょっといろんなタイプをね見て回ったんですけど、じゃあ雨でも、はい、大丈夫ですね。フードがついてるんで。フードもついてます。はい。で、気になるのは、はい、キャップ。そうなんです。JP って珍しくないですか？そうですね。今回お買い物行ったら結構 NY ね。そう、NY ボーイが多かった。NY ボーイ多かったですよね。うん、でも、あえて JP で、うん。日本代表ってことだよね。はい。頑張っていただきたい、はい。頑張っていきたいと思います。はい、本人おっしゃってるほど帽子が全然難しくなくて、うん、確かにキャップは、ね、似合う似合わないいろいろあったんですけど、ハットとかも似合うものもあって、ぜひ今後。ハットですか？はい。恥ずかしいな。けどまあ上村さんがコーディネートしてくれるならハットもやっちゃおうかな。頑張りたいと思います。でパンツチノパンということで、はい、持ってなかったんですよね。森岡さんは持ってなかったんですよ。でも結構チノパンもいいっすね、うん、そうですね、もうすごい似合ってる、うん、この色がいいですね。普段もチノパンしか履かないから、うん、いやなんかすげえいい、本当に。なんか下がテーパードになってる、もうちょっと細身のやつもいろいろ履いてみたんですけど、テーパードのもすごい似合ってたんですが、今回のリクエストに合っているのはストレートのものだったので、うん、こっちになってます。結構ポパイとかだとこうギミックというかロールアップとかでこう、うん、表情変えたりってなりますよね、うん、そう、実際さっきも着てる時とかにロールアップとかもしてみたんですけど、うん、それはそれで似合ってたんですよね。ああ、そう、だからいろんなパターンにまたここからちょっとずつ、うん、そうですね、変形できるっていうのが、うんうん、まあ、正統派のいいところかなと。そうですね、なるほど。正統派同士の組み合わせなので、うん、もう今回こういったアイテム、まあ、4-5点合わせるだけでもうシティーボーイが完成するっていうのは、うん、かなりこう驚きました。そうですね、まあ、やっぱりキャップがとても重要だなっていうのがあるんですけど、うん、あともうパンツもそうですけどサイズ感ですかね、うん、なるほど、うん、ありがとうございます、はい、森岡さん今回お買い物行ってみていかがでしたか？はい、いや、おしゃれって楽しいんだなってちょっと思いましたね。僕あんま普段買い物とか行かないんで、うん、まあ、一つのものをずっと着続けるタイプだったんで、うんうん、ちょっと久しぶりに本当にワクワクしましたね、うん、はい、結構周りからも変わったねとか、はい、言われそうですね。いやもうこれだからもう本当にちょっとそれが心配ですね。逆に近寄りがたいやつになってないかなっていう。大丈夫ですよね、上村さん。全然ないと思うんですよ。これでいきなり飲み屋入って、おいっす乾杯生やつとか言って大丈夫。大丈夫、いけます。まだ自転車とかあったらもっと、いやなんか大丈夫かな。まだドキドキしますね。ドキドキします。変身したばっかりだから。そう、変身したてでドキドキです。上村さんいかがでしたか今回は？そうですね、もともと素材がいいというのももちろんあるんですけども
とても気持ちよく変身していただけて満足です。銀座としては結構あのポパイは相方というかなんで、うんうんうん、もうまさにもう銀座ボーイフレンドにふさわしい今日変身になって、すごく嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に森岡さん、映画の宣伝お願いします。はい、はい、ニュータウンの青春渋谷ユーロスペースでやってます。で、渋谷もやっぱり今回買い物したおしゃれな街なので、うん、せっかくなんでおしゃれをして見に来てください。いいですね、はい、ありがとうございます。はい、上村さん、はい、今回3回にわたってパーソナルスタイリングしていただいたんですけども、はい、ホームページの方で上村さんのサービスなどが見れるので、はい、ぜひホームページも覗いてみてください。覗いてみてください。ここに出ますかね。多分出てます。そんな感じで3回にわたり見ていただいた皆様ありがとうございました。また4回目があればいいなと思いつつ、はい、今回はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。